産業と文化の祭典ミキ花を買っていただいてくるようにお願いいたします。まあ年齢問わずにたくさんの方が熱心にご覧になってるんですよね。こちらは何なんでしょうか。うわ、彫刻刀みたいなんですけど、ちょっとお話伺いましょうか。うちだけしか作ってないものもありますんで、この日を楽しみに1年待って買われる方がたくさんいらっしゃいます。さあちょっと PR していただきましょう。特におすすめは何でしょうね。やはりこういう彫刻刀の研ぎ機ですね。研ぎ機って言いますのはちょっと私にはピンとこないんですが、まあ、彫刻刀をされる方は皆さん研ぎが苦労されてるんで、やはり切れなくなった時に砥石で研がれる方はいらっしゃるんですけども、なかなか研ぎがうまくいかないと、そういう方はこれに研磨剤を塗りまして、まず丸刀の場合は表をこう、裏はこうですね。もうこれだけで切れ味は全然変わってきますんで。なるほどね。